今回はですね、散々動画で言ってきてますインパクトをゼロに戻してください。こんなさらっと言ってますけど、本当はもうめちゃくちゃもっと大事に言いたいんです。本当にインパクトにゼロに戻ってきてるかどうか知りたくないですか？あとはもっと正しい詳しいやり方、戻し方を多分知ったらボールって曲がんなくなるんですけども、多分いや俺そこまで遅れてないよなとかですね思って、でドライバー打ったら右に行ってしまう方って結構いらっしゃると思うんです。なんでそれをまた改めて今回やります。で俺が散々言ってるのは、ボール簡単なんで真ん中に置きます。ざっと真ん中に置いて、ここからこれをここに今戻しました。そしたら向いてる方向を飛んでいくんです。もう一回打ちますね。ここを支点にしてこうやって打ちます。要は戻します。したら右には飛んでいかないんです。でもこれね、ドライバー持っちゃうと戻さないでちょっと打ってみていい？こうやってこうやって打つの、右に行くのよ、右に行くの。で俺多分本当にね、7割ぐらいの人もね、ドライバーああなってると思うの。だ本当申し訳ないですよ、申し訳ないけど、今パッと見てもほとんどの人右のネット飛んでってるでしょそう、でもあれがクラブが戻ってきたら絶対にあんだけ触れてるからまっすぐ行くはずなのよ。でも振りたいから振るでしょ、もちろん。振ったらやっぱ遠心力でこうやって引いちゃうんだよね、こうやって。いやもう帰ってこないから、こうやって。あ、そうね、ちょっともう一回いくね。振り、フェースが開いて振り遅れます。こうやってこうしたら、構えてる方向がその目の前の白旗のちょっと右なのに全然右飛んでったでしょ。この20ヤード30ヤードであんだけ右飛んでったら、ドライバーだったら絶対 OB ちゃう、 OB ちゃう。だからそう、だドライバーの方がいいのかな。ドライバーでさっきと同じことやってみます。支点を作ってヘッドを戻しますね。右行かないでしょ、これ振り遅れるね。こうやってこうやって打ちます。右行くでしょ、これが起こる。そう、あのままそう浮いて右に飛んでっちゃう。でスピードを、振りたいスピードで振ったら余計ブイーンって曲がるのよ。そうだから、このこっから始めてもらいたいのは、戻せます、戻せます、これでどんどん上げていってほしいの。そう、それで、あの前の動画でも言ったかもしれないけど、あれでどこまで戻せるスピードで振れるか、やっぱこう、ほんあの、ね、これしかない、本当に。自分の今の実力。そうだから本当にここで上がってこうやって当たっちゃってるの。こうやってね、そうそう、フェース右向いてるじゃない、そう本当はこの向きじゃない、そうだけどこうやって当たってる。でこのまんま、そうこのまんまこうやって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 引きつけちゃって、こうやって当たる、それで右飛んでっちゃう。そう、それをトップからクラブを戻して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 ってこうやってくると、そうまっすぐで、あの俺が家で3、40分の長い動画で振り遅れてくださいって言ったじゃない。それもちょっと詳しくやると、結局振り遅れたら右行くじゃんって俺さっきから言ってるじゃんって思ってる人もね、中にはいると思うんだけど、振り遅れてもフェースがまっすぐ向いてたら絶対にこうやって、こんだけ振り遅れてもフェースがターゲット向いてたら絶対まっすぐ行くのよ。そうそうそう、これでこうやってやったら右には飛んでいかないの、こうやって打ったら。そうあれで、あのまんま当たったら右手を伸ばしていくっていう形を作っていく。
ここまでこうやって戻してこうやって、でこれがフェースが開いちゃう場合は振り遅れてもこのままフェース開くからさっきみたいに右に飛んでくる。だからこれを本当に右手一本で家の中でうちわを持って面を意識してうちわが縦にこうやってまっすぐこうやって戻ってくる右手の動きを覚えたら覚えたもん勝ちなのよ。本当にもう本当にそうなの。だからこれがどうしてもこうやって右肘からインパクトこうやって迎えちゃって右手のひらが上向いてこうやって開いてカットに入ったらもうどんだけ軽く打ってもそうね、あれ出るでしょ。そうああやってこうバンってなったら、でもあれを右手のひらをターゲットにまっすぐ戻す、そうあれだけで全然コントロールが変わってくる。そうだからそのトークだけの動画ではその振り遅れてくださいフェースがまっすぐならいいって言ったけども、それももちろんそうなんだけど、それのまあやり方とかあとは振り遅れてフェースが開く時がどうなるかっていうのを自分で打つことも大事。そうわざとやってみる。だあの球を打ってみてくださいって言った時に自分がどういう動きをするかっていうのが初めて分かる。でもナイスショットばっかり練習しようとして打ってるとそれが分かんない、どうなってあの原因になってるかが分かんないから、でああいうスライスを自分からこうやって溜めて、だ俺が言ってる理論の真逆をやったらもう見事に右に飛んでいけるからだから溜めてそうこうやって振り遅れてフェース開けばめちゃくちゃ右で飛んでくる。そうだから今度はそれの逆で間に合わせて溜めないでヘッドをボールにぶつけたらそうあの度合いだよね。そうそれを体の動きとターンに合わせてタイミングよくそう打ってあげる。そうだあんだけ喋ってて簡単に打ってもタイミングだけ合わせようとしたら意外とまっすぐいく。そうでもやっぱりよしっつってガーンって打つとやっぱり右行く。そうだから例えばこうやってクラブを下ろしてインパクトに地面と平行にクラブをこうやって打ってたらトリプル X 使おうがレディース使おうがシャフトの硬さなんて全く関係なくなっちゃう。初めて地面と垂直になった時にシャフトの硬さ、あこの話はまたしますごめんなさいね、シャフトの話はまた次回で、はい、なんでこのインパクトにクラブを戻すっていうことがどれだけ大事かっていうのを本当はもっともっと分かっていただきたい。そうで答えがもう出てる、曲がらないそうっていう答えが出てるから、だからこうだよね、こうすれば絶対曲がらないよね。そうでもできないのかやり方を知らないのかは分からないけど、でもそこを意識されてない方がやっぱ多い。そうだからもっともっとそのインパクトの付近を意識してみて自分のクラブがどういう動きをしてるか分かるだけで絶対結果は変わってくる、うん、そこをやっていただきたいです、はい、大丈夫でしょうかねではですね、今回そのインパクトをクラブをゼロに戻すっていう動画を撮ってみました。最後までご視聴ありがとうございます